和田正幸と尾崎裕香と世界のワダックスチャンネル。さて本日もワダックスチャンネルお送りしていきます。<うん S 1> 今回もね普通歌をご紹介していきたいと思います。ますラジオネームふわふわタイムさんからいただきました。和田さん尾崎さん世界さんこんにちは。こんにちはワダックス。ワダックス。毎週放送楽しみにしています。<laughs> ところで世界さんがテンスラ劇場版にゲスト出演されると伺いましたおめでとうございます、はい、おめでとうございます最近テレビ CM を流れていて世界さんが出演されるのはこれだなって見ています嬉しい。三人に質問ですもし異世界に転生できるとしたらどの時代のどの場所へまた何になりたいですかよくある質問かもしれませんが答えていただけると嬉しいです世界さんはツアーが始まるそうですねお体に気をつけて頑張ってくださいという答えでした、はい なんだろうねこれねこれは転生した場合時代場所何になりたいそこに行ってねえおザピアちゃんから行くえでも弱そうだけど剣は持ちたいな剣をねいや舞台であんなに大きな剣持ってるからねそうそうそう大きいのじゃなくて普通のがいいです普通ぐらいの剣普通ぐらいのこだちじゃなくてうえどのぐらいどのくらい このぐらいだな感じ。あ、このぐらいか。あ、百センチ。これだと普通のなん三十センチの剣とか。短い短い。日本刀ってもちそう長いよね。もうちょっと長い。じゃあもうちょっと百二十センチぐらいの剣を細身の持って。レイピア。おお。レイピア。レイピアそうですソードアートラインのアスナみたいな感じ。アスナみたいになりたいな。似合いそう。似合う似合う。レイピアレイピアね、月得意そうだもんね。 月、月が得意そう。確かに。月得意大きい件も結構ついてました、私。そう、あ、そっか、あの件。あの、でっかい件でついても、なんか、なんか、つんつんするぐらいな、この、このみたいな。そんな可愛い。あんまり、さ、されてないよね。お、お、ってならない。うん、突き刺すぐらい。え、それは日本、それとも、えっと、ヨーロッパ。えっと、現実の。 現実異世界ファンタジーなんで魔物がいるやつでもソーダアートオンラインなんか入ってしもたらデスゲームやからねそれは嫌ですね平和な世界のしかもナーブギアついてる間ずっとこう体弱っていくしやだなあれ変なこと考えてたけどおしっことかどうしてんねんなと思うますよねずっと我慢してんのかなおむつつけてんのかもね ありましたよね秒数でね繋がれてるシーンはあったんだけどね本来は一晩ごとに出てこれるはずなんですよねとはいえさ八時間もトイレ持つ話変わってきたんでも動いたらてたら大丈夫じゃないですか大丈夫かそっかじゃあそんなレイピ扱いになりたいです私はお強いねどっちから行けます和田さんか世界さんから世界さんどうですか俺うん いやー正直、信長になってみたい気はします、ね<ー>うん。信長。そう。だから、転生して、信長になってみたいです、うん。何するんですか、信長。いや、もうだから、歴史を知ってるじゃないですか。うんうん、か信長コンチェルトですよ。うん、漫画とドラマでありました、ね、歴史を変えちゃう。そうそうそう。歴史変えちゃうかな。ううんうん、俺は歴史変えちゃう。多分。 今の日本じゃなくします世界が世界を取るすごいそう、小田世界としてね小田世界名前も変わっちゃう小田世かながとして小田世かなが天が統一してちょっと言いづらい世かなが様じゃあ髪型様。ちょんまげにするってことですかいや髪型このままでいきますいや信長ならありそうだもんねなんかそういうこうああ。 もう当時としてはすごい不思議な服装をしてたわけだから。世界で一番ダンスがうまい武将になります。あ<ー>、それは見たい。甲冑つけてバンバン踊ってほしいもんな。うん、そうで歴史作ってって。うん、こう日本がもっと豊かな国になるようにします。今より。いいね。世界一になるように。うん そうそう世界一のこうエンタメ大国にした、ね、確かに楽一楽座とかもやってたからその頃からやってればねうん、うん、相当なルネ、ね、サンスの後ぐらいでしょ、うん、日本で言うとねだからう海外よりなんかこう早くね、うん、日本をもうちょっとエンタメ大国にい,、ね、いやそれ夢あるなあ暗殺されないようにしないとねいや本能寺、ねね、だけは近づかないっていう。うん でもさどうしても本能寺に連れていかれそうなのねなんかねこういうあれって不思議でしょその異世界に行って歴史を変えようとするんだけどなぜか何かその何かに導かれるようにこう決まっちゃうのかなね改変した歴史は元に戻さねばならぬとかいうおじいちゃん出てきてさそそうう時の管理人が出てくるようにかながようみたいなそう何かが代償になったりとかねしてなかなか変えられない。 結局だから自分が死ぬしかないんですよ、うん、結局はねでもそのせかナガのおかげで、うん、歴史が変わって何かアーティストとかクリエイターがめっちゃもうバリバリ働ける世界になって今パッて浮かんだのはそうですね、うん たさんもっもっと考えていっぱいぱんでしょうね,、うん、ねでも僕もだからその、ね、パッと浮かんだやっぱ戦国なろうん、うん、ナロ系の最初って多分戦国自衛隊とかもっと前もあるかもしれないけど、うん、そういう感じだと思うんですよでもちょっと軸をずらすと宇宙行ってみたいよね,そ,ねその宇宙ものの異そう異世界でなんか、うん、まあなんだろうな MCU の世界みたいな感じで、うん、こういろんなね<ー>惑星間を航行してこうワープしたりとかできたら。

パパワインクレーみたいなす。見たかねいわやっぱこそれパかワインくれ絶対背中でやられるよね絶対やられるやられるやうそるやられいやらいるやられるやられるたられなんか。あるやられ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 るやよれるやら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 れるややられる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  ということでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正之と尾崎由香と世界でしたあり,ありがとうございました